若かりし競馬学校時代、競馬学校2期生松永美樹を現調教師、3期生武豊、7期生 C 博文、12期生福永雄一、13期生武幸四郎、そして14期生池添健一。この6人がかつて通った競馬学校のマル秘エピソードを披露。池田君から見てどう？もうみんな全員先輩だけど、学校重なってたんで、幸四郎先輩とか裏ボスだったんで。何を言うと、すごいいらんこと言うなよ。そうか、ちょっと幸四郎の気は悪かった。ほんといっつもなんか正座させられてた。え、いや、教官に。だから1年2年3年だったの、競馬学校。幸四郎時代は悪かった。いや、それで、ね、また1年生と3年生が異常に真面目だったんですよ。もう、あ、じゃあここが言うと真ん中の僕らのキーだけ、いつも怒られてます。奇数のキーは悪いって言う。奇数って奇数。確かにね、一つ二期生は真面目でしたね。C 君の時は、僕の時はやっぱ僕らの上は6期生じゃないですか。すごい優しい先輩で、その上があの角田光一とか、伝説の哲郎さんとかね、あの辺、そうそう、田中克春とか、あの辺5期生なんですけど、それがもうものすごく怖くてね。やっぱ奇数の方が悪いじゃない。奇数が悪いんだ。いやいや、めちゃめちゃ怖かったですよ。あのいつもニコニコしてる勝原が、いや、みんな怖かったですよ。小野次郎さんとかね。あ、小野次郎さんはなんか小野次郎っていう名前は怖いよね。なんか昔から小野次郎めっちゃ怖いです、あの奇数よ。あ、やっぱ奇数は。じゃあ、いや、なんか怖かったですよね、なんか5期生の先輩。でもそれをじゃあ逆に今度後輩にこう厳しくいこうとかっていう、ちょうどね、C 君と同じね、競馬学校の後輩いないけども、ここにはその後輩に聞いたら怖いって言うんじゃない、 C 君は。いや、でしょうね。教官とかが言ってたらしいですかね、後で。だから雄一たちが競馬学校入ってから、その5期生と7期生は悪かったとか、ずっと、聞きましたよ。奇数がだから、まず5期生って言う。まず5期生5、7。5、7。で、僕らそれ以来やって13